カイ X とは、ファイター・イクスペリマントルの略称で、日本の航空自衛隊の次期主力戦闘機導入計画を指す略語。次期戦闘機導入に関わる計画や、それによって選ばれる機体を指す用語であって、カイ X という名称の航空機が存在するわけではない。カイ X 計画と呼ばれていたことのある計画には、1950年代から2010年代までに、 以下の4つが存在する。最新の現在進行中のス -2 戦闘機の後継機に関しては、次期戦闘機を参照のこと。採用されたナ -104J1950 年代、後半のノースアメリカン八 -86F と八 -86D の代替となる戦闘機を導入する計画。ロッキードナ -104C。10 D カイトグラマン G-98J-11 との争いになった。一旦 G-98 に内定したものの、いわゆる第一次 FX 問題に伴い白紙化。再度選定となり、回 -104G をベースに、日本向けしようとしたタイプを解、回 -104J、DJ として採用した。1963年から1967年に、 かけて230機導入。採用された回 -4EJ1960 年代後半のロッキード三菱回 -104JDJ の後継となり、未だ残っていたノースアメリカン回 -86 の代替となる戦闘機を導入する計画。マグダネルダグラス回 -4E 改めロッキード CL1010 からにサーブ37ビ減 脱走ミラージュ回1の争いになったが、回マイナス 4E 回を回マイナス 4EJ として採用した。1971年から1981年にかけて140機導入。なお、支援戦闘機となった回マイナス86は FSX 計画を経て、回マイナス1で代替された。採用された回マイナス 15J1970 年代中盤のロッキード、 三菱海 -104J、DJ の後継機として、また一部のマグダネル・ダグラス、三菱海 -4EJ の代替となる戦闘機を導入する計画。マグダネル・ダグラス海 -15C、D 改め、グラマン海 -14、ゼネラル・ダイナミクスユーフ -16、ノースロップユーフ -17、脱走ミラージュ海1、サーブ37七ゲン。 アナビアトーネード ADV の争いになったが、回 -15C、D カイを回 -15J、DJ として採用した。1980年から1999年にかけて213機導入。なお、支援戦闘機として運用していた回 -4EJ イは、FSX 計画で開発された回 -2 で代替された。これら第三次までの回 X では、 いくつかの騒動あるいは汚職疑惑がありながらも、結局は候補機の中で一番性能が高く、アメリカ軍でも運用しており、有事の際の補給を受けやすい機種を採用してきた。また、いずれの機種も導入前半の数数十機は、完成機購入やノックダウン生産で調達されたものの、すぐに日本国内の航空機産業によるライセンス生産に移行した。 開発元に支払うライセンス生産量が高いことがネックであったが、生産が進行するにつれて徐々に国産化率が高められていき、国内航空機産業の技術向上と生産基盤維持に大きな貢献を果たしてきた。三機種ともにライセンス生産の主契約企業は三菱重工業であったが、エンジンのライセンス生産をした IHI をはじめ、日本の航空機産業に関わる、 ほぼすべての企業が何らかの形で生産に関わっていた。2008年度中に退役が始まったマグダネル・ダグラス、三菱会 -4EJ 会の代替となる戦闘機を導入する計画である。2011年度からの中期防衛力整備計画において導入を予定している。将来的にマグダネル・ダグラス、三菱会 -15J、DJ の一部、 初期型の置き換えも検討されている。日本は強大な空軍力を有する軍事大国に複数隣接する特殊な防衛環境であり、配備可能な戦闘機の機数も周辺国に比べ少ないという防衛事情があるため、航空自衛隊の採用する溶撃機には他国の戦闘機を圧倒する高い戦闘力と配備機数を補う高い稼働率が要求される。日本の周辺国では、 第4.5世代戦闘機の配備が進んできており、韓国においては、ス -15CD を戦闘爆撃機として改良、再設計したス -15E の韓国版ス -15K の配備が始まっている。さらに近い将来にロシアは、ス -57、韓国は、海 -35 台湾は、海 16V、中国では J-31。31 J-20 などの第5世代戦闘機の配備が計画されている。そして現代において重視されている情報戦能力も中国のキロジュール -2000、韓国の E-737 といった早期警戒完成機の配備で向上しているとされる。上記の通り周辺国では日本の F-15J と同世代の戦闘機が配備され、さらに 第5世代戦闘機の配備計画もある中で、海 X ではそれらの戦闘機を圧倒、または対等に渡り合えるだけの性能を持つ戦闘機が必要となるが、本命であった海 -22 は、アメリカ上院議会で輸出許可が一度却下されている。このため防衛省は2007年12月に、平成21年度までの中期防衛力整備。 計画マイナスでの会 X 調達を諦め、大体として会マイナス15近代化改収を急いだ。2009年8月30日に実施された第45回衆議院議員総選挙の結果、同年9月に中期防衛力整備計画を計画していた与党自由民主党の麻生内閣から野党民主党の鳩山幸男内閣へ政権交代した。 新政権により2009年10月16日の基本政策閣僚委員会にて中規模の策定時期を1年先送りすることが決定し、さらに海 X の取得が遅れることとなり、平成23年度からの中期防衛力整備計画で取得することになった。国内産業面では、三菱重工業が製造する海 -2 戦闘機の調達数が減少したため、 海 X で決定された機体のライセンス生産が行えない場合、50年にわたり継続して戦闘機の生産を行ってきた部署が浮いてしまうことになる。その際、会社としては技術者を他部署に配置転換することを免れず、後継者の育成が滞こり、再度生産の機会が訪れても技術者が不足する、あるいは技術力が落ちる、技術が断絶してしまうなどの恐れがある。 そのため、国内航空機産業保護の点から、今回のイ X もライセンス生産が望ましいと三菱は指摘している。また、自衛隊の防衛秘密の漏洩が、アメリカ議会で問題視されており、日本への最新衛戦闘機輸出承認をしない、情勢が強まっており、問題を複雑化している。この現状を踏まえて、選定期間延長、戦力維持、 産業保護を考え以下の策が検討された。周辺諸国にスマイナ二2 7などの F-15 と同水準の第4世代機が拡散しつつある防衛環境にあって現在ファイ任務についている回 -4EJ 回を代替する機体であるから溶撃任務の能力が高いことが第一の要求であるが当然時代の趨勢といえるマルチロール化もある程度要求されている。 防衛省は、アメリカの海 -22A、海 A-18E、海海 -15FX、海,15 FX 海 -35、フランスのラファール、欧州の台風の6機種を海 X の候補として挙げ、調査を行っているとされていたが、日本政府が2008年12月末に候補機から海 -22 を除外し、海 -35、台風、 ス -15FX の3機から選定する旨の発表がなされた。これにより、徐々に次機会 X の候補が絞られた形となったが、各候補機については、その設計技術や機能、性能という機体本来の違いだけでなく、多くの中小国では1個飛行隊クラスの購入に留まるのに対し、歴史上から見ても、戦闘機の大規模な購入実績がある日本の海。 X に売り込むことによって、莫大な利益が見込まれること等から、政治的、経済的要因から発生する、隠し問題が交錯しており、選定作業が難航していた。7月には防衛省がつなぎとして、海マイナスに約20機の追加発注を検討している、ことも報じられていた。航空自衛隊は、次期戦闘機の調査対象機種に関する海外調査を行うため、 欧州とアメリカに調査団を派遣した。これまで調査された機種は、台風フーマイナス 15FX、解15、A マイナス 18E、解18、e、解マイナス35である。製造工場などを訪れ性能や特性に、監視調査を行い、今後の検討に必要な情報を収集した。販売側では、2009年6月に開催された、パリ航空省において、 海 -35 を開発するロッキード・マーティンとタイフーンを開発したユーロファイター車双方が性能をアピールするなど日本への売り込みが活発になっていた。2010年6月、カイ A-18E、海海、e、-35、タイフーンの3機種の中から選定することが報道された。2011年4月13日、防衛省は 関係各国政府に対する説明会を実施し、米、A の政府から、海、A-18E、海、海 -35、台風運の申し込みを受け付けた。2011年9月26日、防衛省に提出する機体の性能や価格に関する提案書の申し込みが締め切られ、以上の3機種から選定されることが正式に決定した。2011年12月20日、 日本政府は安全保障会議と閣議で正式に解マイナス 35A を採用すると決定した。選定では加点方式で採点した。選定理由は以下の通りである。防衛省は2011年12月12日時期戦闘機を解マイナス35に決定する方針を固めたが、現在解マイナス35は米国防総省が 開発調達計画を2年に延長する見通しであることが報じられたほか、各国の機体開発の遅れに関する懸念は強まっており、開発参加国であるオーストラリアやイタリアでは計画の見直しが検討されているほか、2012年には導入までの不透明さからカナダは導入を検討中であるとしており、軌道に乗った時点で発注するとしているが、当然リスクを恐れずに早くから発注を行っていた。 国々から先に完成した機体が納入されることとなる。最も早いアメリカ国外への納入は2014年から本格化し、まずは海マイナス 35A 型オーストラリア空軍向け初号機とイタリア空軍向け初号機が納入されており、各国が連携する形でパイロットの養成過程が開始されているほか、実際に実践任務に投入可能とされるまでには、 各種試験をクリアする必要があり、これら一連の右翼曲折を経た後、海マイナス 35B 型が世界初の初期作戦能力獲得を宣言され、正式にアメリカ海兵隊の各部隊に配備されたのは2015年7月であった。今後は共同開発に参加した国は、もちろんのこと、確定発注した同盟国空軍に対して量産機の納入が進むこととなる。 また、日本政府は導入契約を結んだが、開発の遅れから、配備スケジュールは大幅に伸びる懸念があったが、2015年現在では、日本に納入される機体についてはすでに組み立てが、開始された。イマイナス35第5世代ジェット戦闘機。最強の、第5世代ジェット戦闘機として知られるイマイナス22には及ばないが、それでも、なお非常に高いステルス性を持つ。 マルチロールファイターであり、アメリカ軍などが推奨している。回 -22 と比べて低価格であるが、開発期間の延長などにより、アメリカ軍の調達価格でさえ当初予定の倍額の一期9500万ドルに達する見通しとなっている。機種選定及び決定までの作業中、候補とされる機種の中では唯一開発中の機体であり、実戦配備されていないため、 購入が可能となるのは2010年代末とみられていたが現段階では運用開始時期を2017年度からとしている。自衛隊は提案要求書で2016年中に1号機の納入を要求しておりかマイナス35の選定は不可能との見方が出ていたが日本政府に対して米政府が2016年度の期限内に1号機納入を確約したり、 共同開発国ではないにもかかわらず、日本の防衛産業へ特例的に機体に関する機密情報開示を表明したこともあって、2011年12月12日防衛省は FX に海 -35 を導入する方針を固めた。海 -35A ライトニング2ユーロファイタータイフーン欧州の第4.5世代ジェット戦闘機。 アフターバーナーなしでのスーパークルーズに対応しており、回 -22A ほどのステルス性能ではないものの、RCS がカイ、A、A-18E、カイやラファールよりも小さいとされる。ベシステムズ社が開設した日本語の公式サイトでは、日本独自の防空ニーズに対応できる点。 柔軟な技術開示による運用面での優位性とライセンス生産などによる日本の防衛産業への長期的な利益、すでに配備されている機体であるためリスクの低さとコスト面での優位を強調していた。ユーロファイター対風フーンベイシステムズはアビオニクスをはじめとする日本国産の電子機器類の搭載や日本独自の誘導弾等への対応と 海 -22 や海 -35 などと違い、ライセンス生産までも認めるなど、強攻機と比べて、かなり柔軟な売り込み姿勢が取られている。海 A-18E、海、e、第4.5世代ジェット戦闘機、アオン速域で良好な運動性を持つ。APG-79 アイサレーダー等の最新アビオニクスが搭載されている。アメリカ海軍のほか オーストラリア空軍でも採用されている。選定時に、アメリカが交渉を継続している2機種の戦闘機のうち、開発が完了し実戦配備されていた機体。なお、海 A-18A-B は、諸コストの高さで FSX 商戦で敗れている。海 A-18E スーパーホーネットエイジム -88、ハームに代表される対レーダーミサイルの運用が、 可能なため、昨今の自衛隊が求める、削減地攻撃能力や適防空母を制圧に、対応する。エイジム -84 空対艦ミサイルを最大4発、搭載可能だが、その場合は戦闘行動半径が極端に小さくなる。候補機の比較機種選定時点の候補機の比較回 -22A 回 -22JX 第5世代ジェット、戦闘機。 圧倒的なキルレシオを持ち、高いステルス性、スーパークルーズ性能を持つことから、航空支配戦闘機とアメリカ軍が名付けた戦闘機、戦闘攻撃機。高機能であるため防衛省、航空自衛隊は熱望していたと言われるが、高機能に伴う高い価格や政治的課題を解決できていなかった。また、高額な製造、維持コストがかかるにもかかわらず、 イラクやアフガニスタンなどアメリカが直面する戦場では、活躍の場がなく、国防予算が逼迫する中で、米政府は投機種の製造中止を決定したため、米政府が政策変更を行わない限り海 X として、選定される可能性はなかった。ラプター海 -22 海 -15FX、第4.5世代ジェット戦闘機、海 -15E を対空戦闘重視に再々。 設計しだか起動化した機体で、ボーイング社より提案された。航空自衛隊での運用については、不安が一番少ない機体ではあるが、基礎設計が最も古い機体である。2011年に行われた防衛省への最終申し込みにおいて、ボーイングは、回 -15FX を提案せず、候補から脱落した。回 -15E 回 -2 日本の FS。 X 計画によって開発された航空自衛隊の第4.5世代ジェット戦闘機。回 X 導入までのつなぎの機体として候補に上がっていた。回マイナス 2A ラフ R ールフランスの4.5世代ジェット戦闘機。もともとは前日のユーロファイターの共同開発からフランスが諸事情により脱退して独自開発した機種である。ダスオ・ラファール保有する回マイナスには 約30年の運用寿命で設計されており、2030年代に退役が始まる見通しである。政府としては、後継機として、国産、国際共同開発、輸入の3案を検討していた。防衛省は2016年7月に、ライフサイクルコストを含めて、全体で約4兆円規模となる次世代戦闘機の入札の準備に入り、 最終決定は2018年夏頃を見込んでいるとされていた。2018年12月18日、閣議により新たな防衛計画の対抗と中期防衛力整備計画が決定され、中期防の中で将来戦闘機について戦闘機の退役時期までに将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得する。 そのために必要な研究を推進するとともに国際協力を視野に我が国主導の開発に早期に着手する。と明記され国際協力の可能性も含めた日本主導の戦闘機開発が決定した。海外規案は技術上、価格上のメリットが薄いとされ国内企業が主導する開発方針となった。そして 2019年12月に公表された我が国の防衛と予算令和2年度予算の概要において我が国主導の次期戦闘機の開発として戦闘機システム全体の初期的な設計作業に着手するために開発初年度となる令和2年度防衛予算に111億円を計上することが公表された。また同時に防衛装備庁長,長官官房に 装備開発官を新設することが公表された。防衛省は、米ロッキード・マーティン社による、ステルス戦闘機解 -22 と解 -35 をベースにした、ハイブリッド機の提案を断り、あくまで日本主導の新型機開発を目指している。米両国との技術提携も検討されていたが、2020年12月、防衛省は、 ロッキードとの提携を行っていくことが明らかとなり、カイマイナスに開発同様、米国のみと提携することで、技術情報の米側によるブラックボックス化が懸念されている。保有するカイマイナス -15J プレムシップ約100機は、アップデートにコストや時間がかかるため、転用や大規模な近代化改修は予定されておらず、性能の陳腐化が始まっている。 このために2018年12月18日、イマイナス 35A63 機とイマイナス 35B42 機を追加取得しイマイナス35の総取得数を147機とする方針が示された。八機を除き、近代化改修されたジェームシップ94機の後継機に関しては未定である。ボーイング社によれば、適切な延命。 能力向上回収措置を施した場合、回 -15C、D の寿命を現在の倍近くに伸ばすことができる可能性があるとされている。ありがとうございます。